風、気持ちいいね。ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワカから聞いた。あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは、夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって。スタジアムではブリッツボールの試合が開かれて、いっつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前、ザナルカンドの海でな。ある日、海へトレーニングに行ったまま、帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんは、その日にスピラに来たんだよ。まさか。だって、私がジェクトさんに会ったのは、10年と95日前。父さんが旅立った日だから、よく覚えてる。時期はぴったりでしょ？でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。削り込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ、本気かよ。
near! Ugh.